金がないからあのご飯をおごってもらえるだけで誰にでもついてってたよね。でそのやっぱ仲間みたいなのもいるんだよ。カラオケ行ったら相手が4人くらいいるの。4人ね、女が4人集まってもみんなそんなやつで歯がなかったりとか、何なんだこれはって、俺はびっくりしたな。いやほんまびっくりした。歯がないんだぜ、歯がやべえなと思ったけどな俺。なんかやっぱあるんだろうな、そういうのにしか気に入られなかったね俺は。女の話はきついねって。でなんかね、その女が来店した時にあったんだよ。俺トイレ行ってたんだよ。トイレ行って出てきたらシャンパン入ってたよね。でやるわけじゃん、お前がお前がアラブ、石油王、ビル・ゲイツ、孫正義、今夜は君がトップワンみたいなね、姫より一言みたいな、ユーマこれからも応援してるって、ともうトイレから出てきたらおおってなるよ。ヘルプが入れさせてな。で俺な、王子から一言って、これからも頑張りますよいしょみたいなやるよね。でツケにしちゃう、ツケにしてあいつ飛び上がった。頭に来たなあれな。俺は思ったね、あヘルペお前はよう余計なことしてくれたなって。結局払ったの俺や、ふざけんなっつうの。なんで俺がそいつの飲み代とな、そいつのシャンパンまで俺が全部払うんよ。いい加減にしろよなと思ったけど俺。でそういうやつってね、今度 LINE とか返すやん、どういうことを返してくるか分かる？いや飛んだよな。そいつ美咲って名前だったんだよ確か。美咲はあの交通事故に遭い ICU に現在運ばれておりますみたいなこと言うんやね。美咲の母ですみたいな、なわけあるかと思って、もうダメだこれやと思ってさ。で1ヶ月とか経つやん、経つと今度どうなるか分かる？何食わぬ顔して電話して、ユマどこにいるの、遊びに行かないみたいな、もう舐めとんなこいつって。ほんとホストの客なんかそんなやつ多いで。あ頭ぶっ飛んでるっつうんだか頭がおかしいのか、ふざけんなよと思うけどね。あーありがとう、ありがとうございます。やばくない、ほんとなんかふざけてるなと思った。ただやっぱお客さんとかもね、なんかいろんな人とかいるんだよ。例えばめちゃくちゃ可愛い女の子でも酒癖悪い女とかいるとね、大体そういうやつって狂月を頼むんやん、狂月、わざと狂月にするんやん。でピッチャー要はアイスペールに狂月1本入れてアセロラを1滴ピチャンって入れるやん、ピチャン指にギャーってやってこれ全部飲んで、飲まなきゃいけないやで、それをおいおいって可愛い顔してやることおかしいなこいつみたいな、そんなやついっぱいだわ。あとはなんかお嬢様タイプ、ほんとお嬢様タイプもいたよ。お父さんがそういう社長とかでみたいな、ほんと上品なんやねそういう人って。そういう人たちが今度なんて言うかわかる？ファミレスって何です？みたいなこと言うやん。ガストって何ですか？みたいな、そんなのすらわかんないやで。ああこんな育ち方する人もいるんだなと思って、やっぱすごい世界だなと思ったね。すごい世界だなって、ドキュン女しかいないだけど、なんか見てたらなんかな、ホストも働くやん、例えばナンバーワンとか、なんかやっぱイケメンじゃないよ、まあ、どこにでもいそうな顔してる、まあまあ不細工ではないけどなんか決してイケメンではないみたいな。俺の時はなんかアトムさんって人がいたよね。その人がさ、まあナンバーワンなんだよ。なんでそんなにナンバーワンなんだろうと思うと、あやっぱ何かすごい武器を持ってるやん。俺はその人は歌だと思った、うん、非常階段で安い飾り割られた、ダサいから安い飾りは宅に飾らないって、その担当なんかもうやめちまえな。
そんな鬼のような男はなあ、あんた随分いいと養分です、養分ですね。すごい世界だよなホストって。だって俺が見た時でな、もう明らかに若いんだよ、明らかにもう俺より年下ぐらい、多分10代ぐらいっぽいようなね、もう見た感じどう見ても若いような、そんな子が800万のシャンパンタワーとか入れてたよ。この子たちは何をしてる人なんだろうと思ったけどね、やっぱすごい。で俺ホストの面接行った時には言われたね、ね、ホストっていうのはね、サラリーマンの年収を1日で稼ぐのがホストだ、だからあのカッコつけろって言われた、言われた。だからね、ナンバーワンとかも酔っ払ってるということがアニメのセリフみたいなこと言うんだよ。俺ユーマやん、悪いユーマ、ちょっと俺に肩を貸してくれ、ちょっと酔っ払っちまったみたいだよ今日は。うわキザーと思った、こんなことが自然に口から本当に出てくるんだと思って、本当漫画みたいなセリフが出てくるよね。だけどめっちゃいい人やったで、その人は本当めっちゃいい人だった。なんかさ、じゃあ仕事終わってとかみんな連れてご飯とか行くやんね、そのアトムさんが連れてってくれるんだよ。でこうみんな好きなの食べるじゃん。で会見の時に一回俺に伝票持ってきたんだよ。そしたら怒ってた、おいおいって、そんなみっともないことすんなってね、俺に渡さなきゃダメや、ダメでしょ店員にな、そんなかっこ悪いことさせないでくれよって。あ、かっけえなと思ったね、かっけえなと思った、いやかっけえなと思ったけどね、あそういうとこまでやっぱ気にしてるんだって、そんな値段を見せるなんかかっこ悪いだろうみたいな、あーかっけえなと思ったもん俺。やっぱそういう人はそういうところからかっこいいやん、やっぱかっこいいね、やることはかっこいい、値段なんか見せないんだからね。あーこんだけかかったみたいな、俺らみたいなちょっと銭少し持ったぐらいの若造たちが言うようなのないんで、うわこれ5万円かみたいな、そんなんがない、そんなんがないよ。それすらも要はおごってる人たちに見せないでスマートに払ってんやん、かっこいいなって思うけどね。ああいう風にかっこつけたいよね。でな、その人はトイレ掃除も自分でやってたね、毎回トイレ掃除してたで、自分で毎日盛り塩をしてな、神棚にはちゃんと日本酒入れて、で葉っぱもやって、でトイレも自分でやって、すげえな。やっぱそういう人ってなんかやっぱできてるのかなと思う、かっこいいよ。やっぱ銭に余裕がないとか支払いを渋る男はかっこ悪いから、見ててかっこ悪いもんな。だったら飲みに出ない方がいいよな、俺もそうなりたいっすよ。あ、マグロちゃん KP ありがとう、スーパーユーちゃんもありがとう、ごこなげ、はい、はじめまして、仲良くしてね。久々に来たな、新世界なんて。神棚作るかって、そう、なんか葉っぱみたいなあるんだよ、葉っぱみたいな。あ、ランディさんから来ました、ありがとうございます。どこにいるんやろ、狛江帰ったで、狛江はもう帰ってしもった。リスナー寄付が神頼みだねって、いやだけど家に神棚あってもいいかもよ、いや本当に。神に願うのもリスナーに願うのも一緒だからね、神様とリスナーは一緒だから、わかる、願いが届けば何かが変わるから。あ、チャビンいるし、わかるかい、
あ、ナイスもありがとう。そういうところありますよ。俺だから毎年エベスさんもよう行ってるかな。はい、はい、もう疲れた。新世界来たのは新世界で酔っ払って入った店がゲイバーだった以来だね。覚えてるかお前ら、ゲイバードラゴン。ひょんなことから入った店がゲイバーだった。あ、ハッピーベーありがとう。君が君が君がありがとう。ナナありがとう。ああ、のゲイバー、そう、入ったらたまたまゲイバーだった。あのゲイバーつまんなかった。そうそう、焼肉丼食べた。なんか焼肉丼があるっつって。どこにいるんだろう。 ランディさんどこにいるんだ。ランディさんだけどもうさ疲れてんじゃないの。何時から飲んでんのか知らんけど、一応そういうお断りの。ランディさんは顔にピアスだらけだからすぐ気づきそうだけどね。どこにいるかわからんけど、どこにいるんやろ。ランディさん服着てる？服着てるだろ。着てないわけないだろ。どんな質問よ。どちらかいいところありますでしょうか。あんまこの辺ちょっとまず行くか。どこにいるんやろ。後ろ、もっと後ろ。ランディさん歌いながら歩いてる。どこか行くんか。ランディさん、どこにあるやろ。ランディさん、あ、いたいた。あ、いるわ、ランディさん。どこなんこれ。どこにいるんやこれ。あ、近いやねこれ。あ、待って、これ通天閣。あれ、ランディさんの後ろに見えるのが通天閣じゃね。あ、大吉だからあっちか。つぼらや。ビリケン、もっと奥の方やな。これつぼらや。大吉、あっちだわ。ビリケンだ、こっちだ。こっちだわ。多分どこで飲んでた。なんかディープなとこ行ってたんじゃない。で、でもランディさんなんか今さもうどっか行こうとしてたでしょ。来なくてよかったんじゃないね。えもう次のエリアに向かおうとしてたでしょ。
多分こっちの方だな。ランディさん散歩しちゃうんだ。どんなの？ボケ老人と変わらないやん。多分この辺だわ、ランディさん。あ、いた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 。あ、いた、ランディさん。あー、ごめんなさい。ありがとうございます。ヨーブさん出会いました。イエイイエイグイグイ、イエイイエイグイグイ。どっか、久しぶりじゃないですか。おすすめありますか？おすすめ特にないんですよ。どっか入りましょう。どこに行きます？どっか、はい。今日何時から飲んでるんですか？あ、もう空港からです。あ、空港じゃない、新幹線から。新幹線からですか？イエイイエイグイグイ、イエイイエイグイグイ。飲みましょう。どっか飲み放題あります？どっか入りましょう、じゃあ、はい、ランディさん。飲み放題どっか入っちゃいましょう。はい、入りましょう。もう圧倒されてるから。イエイイエイグイグイ。飲み放題どっかなかったの？どこありますかね？お詳しいんじゃないですか？いや、もう詳しくないですね。本当ですか？あ、多分60分飲み放題みたいなとこがあった。ありました。うん、じゃちょっと行きますか。ありがとう。そう、ヨークさんが一緒だったので一回切りますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、どうも。はい、行きましょう。どっか入って飲みましょう。よかったな。おいじゃおいじゃ。ヒューって言っちゃう。ヒューって。あ、俺も欲しいな、あれ。あれ欲しいな、俺も。欲しいな。かっこいいな。あ、ここじゃあ飲みますか。もう多分外平気なんじゃない。ちょっと聞きますわ。すみません、2人行けます？あの、外行けます？外行けないんですか？これ中タバコ吸えます？これ中、外行けないみたいですね。あ、外ダメなんですね。タバコも吸えないみたいです。はい、どこに入ろうかね。な、すごい大阪の街に馴染んでるもん、ランディさん。違和感がない。違和感が。この辺どっかあるんかな。外になんか出てるようなとこがいいっすもんね。これにします。これにします。はい、すいません、はい、2人外行けますか？いいですよ。これ自分たち取りながら食べてもいいです？あ、いいですよ。あ、ありがとうございます。じゃあここにしますか。はい、あ、大阪遊びに来てたんですか？いや、もう今日さっき来て、普通に遊びに来たんですか？そうですね。なんかちょっと、ま、松平に会おうとしたんですけど、はいはい、イベント中だからって断られました、ね、マジっすか？ひどくないですか？相変わらず白状っすね。よし、待って、どうしますか？はい、こうしますか？はい、これ、飲み物何にします？ハイボールで。ハイボール、はい、これ、生で。生で、はい、パフェンチ飲ましてもらいます。ありがとうございます。すみません、わざわざ。いやいやいや、わざわざ誘っていただいて。いやいや、もう大阪来たら。すいません、やばいやつ。ランディさんのピアス全然何個入ってるんですか？僕も60くらいかもしれない。60個も入ってるんですか？あ、ゆうちゃんいい。すいません、やばいやつかもしれない。神様みたいな。やらして。生とハイボール。
こいいな。ヘルチャンピン、ヘルチャンピン呼ぶか。あー、チャンピンさん、知ってます？はい、この間お会いさせていただいて、はい、生して求めすぎです。お酒頼みました。今頼みましたよ。はい、今来るんで。いやー、もう大阪じゃ目立たないです。いやー、もうだいぶ目立ってますよ。誰が見ても目立ってますよ。大阪素晴らしいですよ。電撃ネットワーク、あー、ありがとうございます。溶け込んでるすごい。いやー、もう誰が見てもランディさん、ぶっ飛んでる人多くて、いやいや、ランディさんぐらいぶっ飛んでる人いないっすよ。ぐらいすごかったね、やっぱり。ありがとう。カンガラもらってきます。いやいやいや、大阪ね、串を、串のカーツのだるま、何これ、串カツだるま。え、ここ何軒目なんですか？何軒目？いや、まず3軒目ぐらいですか？3軒目ですか？俺もピアスいっぱい開けようかな。ダメでしょ。ウサイクが開けていいだけで。いやいや、ランディさん、カリスマじゃないですか。カリスマ。もったいない。何気に仲間の人は開けない方がいい。そうですか。どうでもいい顔が開ければいいんだけど。あ、ありがとうな。え、何枚いくんすか？あ、ありがとうな。行かれるんですか？あ、ありがとうな。こっちも開けばいいでしょ。あ、はい。いいでしょう。あ、じゃあ決まってから。あ、はい、はい。こちらのボタンで呼びください。はい、イエイイエイ。お疲れ様です。いや、カレンちゃんとか最近来るんですか？あ、全然会えてないですね。でもあれは？赤ずちゃんは？赤ずちゃんはちょいちょい会ってますけど。もうやめたんですか？あ、やめたっていうか、まあ、オフ会をお店でやるっていう。あ、そうなんですか。働いてるという感じではないんですか？あ、元々が、うん、へえ、そうですね。この日、私働きますよっていうのを、はいはいはい、働いてるっていう。ああ、そういうことなんですか。普段いるとかではない。あ、そうなんだ。じゃあ普段はランディさんだって。僕、ランディさんの店へ行ったら、大体ランディさんも誰もいないとこ結構あるんですよ。あ、結構誰もいないときある。最近はもう治安悪くて鍵閉めてますよ。鍵閉めるようになったんですか？鍵閉めやっと閉めるようになりました。アイコちゃんが出入りするんで。アイコ持ってきますか？アイコちゃん出入りするとやっぱ鍵閉めざるを得ないから。ティナちゃんって本当。ああ、はいはいはい、ティナパンダってやつと。パンダってのもみんな癖悪いんですか？もうなんか盗っ人アニバーサリーみたいな。だからまあ、何が色取り緑どれのせいか分からなくなった。おい、何か食べます？食べましょう、ホルモン。どれがいいですか？ホルモン何でしょう。あ、でも何、メガネ、何これ、何がいい。いや、知らないのいっぱいありますね。聞いたことないですよ、メガネ。メガネ、目の周りじゃないですか、もしかしたら。あ、メガネだったんですか。気持ち悪いやつ。気持ち悪くないやつ。ゲテモノとか好きなんですか？いや、ホルモン好きですけど、はい、メガネ、これは、あ、普通どういうことなの？なんか、せっかくならこのメガネ食べたいんですよ。食べたことない。メガネいってみますか、はい、メガネとホルモンいってみますか？ホルモン、はい、あ、これホルモンじゃないですか？メガネはうちの、あ、おすすめなだけですね、はい、メガネやめましょうか。ミックスホルモンにします。あ、それにしましょう。ミックスホルモン、ミックスホルモンにします。ミックスホルモンと何でしょうか。あ、とりあえず、はい、ミックスホルモン2つ飲んでください。はい、わかりました。はい、メガネもいってみますか。メガネと、あ、メガネ、メ
ないでみたいな。はい。店員さんの前でそうやって言ったら頼まざるを得なくなるじゃん。はい。ありがとう。メガネなんだ。おいや、ほら、ランジさんいるだけでみんな見るからね。やっぱもうすごいもん。ビリケンと勘違いしてる。いや、ビリケンより強烈です。ビリケンです。だいぶ強烈です。最近、都内じゃ来られてないですか？最近、東京行ってないです。もう全然行ってないです。だって俺最後多分東京行った時ぐらいランディさんの店行ったら 誰もいなかったっすよ。じゃあ帰るかみたいな。もう誰もいないよ、お店入っても誰もいない。そうですね、もう開けっぱ時代です。穴開けっぱにして誰かパクってるやつとかいるんすか？現金は置いてないんですけど、はいはい、スイッチとかそういうスイッチとか取られるんですか？それがなくなると僕ちょっとデータが一番の問題じゃないですか。はいはいはい。後半やってデータなくなるっていうのが一番の。そんな1万5000とかどうでもいいんですけど、はい、データ買いってなるんだ。そこがもうちょっとスイッチ盗まれるらしいわ。スイッチランディさんの店にゲーム機盗んでいくやついるんだ。いや、そんなやついるかなと思って。現金ならわかるんだ。あれはあのイグアナ。イグアナちゃんは、ね、平気ですね。イグアナちゃんは取られない。ペット盗まれたことはない。イグアナは取られないみたい。やっぱお金に換算しづらいんじゃないイグアナ。ああ、イグアナは。スイッチはなんかすぐ売れそうっすね。スイッチはなんとなく。そうですね、例えばホスト通ってる子だとしたらホストにあげるとか、はいはいはい、ホストがまあ仮にちょっと喜ぶね。でも人のデータのご飯やったところでね、確かに確かに。まあまあでもその本体をスイッチを、ね、あげるっていうプレスであげるのも面白いですから。ところじゃん、懐もでかいわ。懐もでかい、やっぱランディさん。歌っちゃいました。どうなんだ。把握しないって。でもランディさんすごいですよね。アイコともうまくやってるし。でもまあ、すごいよね。物がなくなってもあんまり毛嫌いしないタイプです。なんかちょっと可愛らしい部分、はいはい、悪意がないというか悪意はないですね。もうしょうがない、自然と盗むんだから。自然と盗むんだから、気づいたら撮ってるんだから。そうですね、自分が配信回してるのに撮っちゃうってかなりの病気じゃないですか。すごいね。本当に撮ろうと思ったら配信切りますよ。配信つけてるの配信ですよ。しかもおララキーいらっしゃい。そう、今日はガンディさんが大阪にたまたま来て、自分の配信回してるのに撮っちゃうって、これはもう病気、完全なる病気じゃないですか、はい、そうなるとあんま責めれないんですよ。なんか愛すら芽生えてるね、完全に。責めづらいですね、病気なんて。だから懐がでかいんだよ、ランディさんは。普通の人だったら怒る。後ろパルちゃんってこれビリケンですよ、ビリケン。ね、後ろパルちゃんは今東京パチンコしてる。あ、そうですか。パルさん大阪いないんですか？今いないです。もうまた東京帰りましたよ。ユニありがとう。あ、そうなんですか。基本は東京だからね、パルちゃん。ただのヤバいやつ。配信者よく来ます。あー、なんかそうですね、いろいろ来られて、すごいな。まさやさん、あ、まさやん、仲良くさせていただいて。ランディさんの場、寝てても大丈夫ですか？あ、もう寝にだけ来る人とかいる。寝にだけ来る人もいるんですか？お金取りづらいですよ。私飲んでないんだけどって言われる。そんな言う人いるんですか？ありがとう。飲んでないのに会計あんの？まあ、そこまで、
でも寝てるしなっていう。いやだって大体言ったら何が寝てるからね。いやまあ飲んで寝てる人はまあ飲み代は払うんだ。ただ寝にだけ来るっていうのはちょっと言いづらいし。確かに飲んでないし。いやでもさってなりますよ。ランディさんはほぼご飯食べないんですか。ああ、ご飯はあんま食べない。いつも何食べるの。何も食べない。飲むだけ。居酒屋行くんで、はい、毎日飲むんですか。毎日居酒屋どっかしら行くんで、はいはい、どうせお通しが出てくるじゃないですか。はい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 。でお通しでちょっとお腹いっぱいになってる。へえ。お通しって一人一個なんで絶対食べなきゃいけない。あ、はい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 。唐揚げとかそこら辺は別に誰かが食べればいいんですけど。あ、ありがとう。ゲイ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 。ありがとうございます。チャンピモンズ呼ぶか。寝るチャンピ。ありがとうございます。大阪何日までいるんですか。明後日帰るぐらい。2泊で。2泊で。いや、よかったです。ありがとうございます。特になんか目的っていう目的はなかったですか。全然なんもないんです。へえ。でも大阪って言ったらもうよくする。いやいやいや、いやだけど俺ランディさんから DM 来ると思わなかったです。いや、本当に。いやいやいや、こっちもわぁ珍しいと思う。いやめちゃくちゃ珍しいじゃん。ランディさんから DM 来てたから、あ、マジかバーって決まったんだよ。あ、でも大阪はもう言わないと。ありがとうございます。あちら、はい、飲みましょう。ちょっと呼びますわ。すごいなぁ。すごいもんだね、ランディ君。見た目がすごいもん。誰よりも目立って。でも、西成とか似合いそう。いや、それ多分の不老者じゃない。違う。不老者やん。違和感がない。違和感がない、多分西成に。いや、それだから不老者やん。いろんな人いるからね。不老者扱い。マジで。不老者扱いしてないですけど。いや、絶対。まあ、マジで違和感がない。じゃあ西成も結構いろんな人いるんですよ。いや、いろんな不老者がいるだけで、いろんな人ではなくていろんな不老者がいるんだ。その中の一人っていうだけじゃない。いや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 、これあの 生とハイボールで、ハイボールで、はい、いや確かに僕はなんか第6チャンネルっていうの、いやなんかいっぱい出てる。いや、電撃すごいじゃないですか。第6チャンネルって、はい、最初不老者をずっと撮った。はいはいはい。僕あの不老者時代に撮ってもらった。はい、今なんか芸能人感じになってますけど、僕あの不老者時代の時に不老者としてやってたんですよ。全然ただの不老者枠なの。今日しんちゃん合流する。いや分からん、しゃぶしないよな。いや俺はランディさん、ランディさん芸能人。いやいや全然、いや芸能人じゃないですか。やばい、不老者枠ですか。芸能人だよ。いやいや全然、芸能人。いや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 、ランディさんは芸能人枠だから。俺だけど初めてランディさんに会った時俺知らなかったもん。後からえマジかよ、すげえなってなった。すごいよ。しかもカリスマホストですから、ね、全然カリスマ騙してただけなの。すごいよね。ヘリクスだけど今もじゃあ当時のお客さんとかも未だに仲いい人とかいるんですか。あ、全然仲いい子ばっかある。へぇー、ランディさんなんかこうコミュ障じゃないからね、もう普通にウェーイって感じだから。やっぱいやでもこれは僕もう究極の人見知りで。そうなんですか。はい、究極の人見知りを隠すために人見知りじゃないふりをしてるだけであって、その術を覚えただけなんで。へぇー、根本はめちゃめちゃ人見知りです。だけども誰とでもやっぱ打ち解けるのできるっていうふりをしてるだけ。ふりをしてるだけなんですか。隠してる。めちゃめちゃもうやっぱ根本の究極の人見知りは治らないです。やっぱ治らないもんですか。人見知りは治らない。やっぱなんかどっかなんか気まずいとかなんかそういう気持ちがある。なんかちょっとあ向こうこう思ってるかな、ああ思ってるかなとか嫌かなとかいろいろ考えてる。これはもう多分一生変わらないんで。ああもう、うん、はいはいはい。じゃないふりをする術を手に入れるしかない。もう俺もこういう風になりたいもん。お疲れさん。人見知りじゃないふりをするしかないんですよ。今日はランディさんと飲んでるから電撃ネットワークだから。え？
電撃ネットワークはもうやっぱちょこちょこ行ってるんですか。あーもうなんか営業は、はい、いろいろあります。すごいよね。あ電撃ネットワーク面白いよ。俺コージのやつ見たもん。あれめちゃくちゃ面白かった。俺めちゃくちゃ面白かった。あれが初めて普通にまともに見たやつ。やっぱすごいよ。あごめんなさい、ありがとうございます。はい、だから芸能人だよ、芸能人。役やってたね。あ、これ火つけますわ。え、火つけますわ。ガスないっすか。ガスも入ってないです。入ってないですよね。入ってます。あ、そう。これ、そうそう。おー、KP、ありがとう、ハル。多分ガスが多分切れてるっすね。これ、今。あ、すいません、多分。今も電撃ネットワーク。いや、めちゃめちゃ入ってる。入ってます。みんな先生も行きますよ。はい。あ、なるほど。スキッパーです。あ、なるほど。ありがとうございます。これミックスホルモン。はい。あ、ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しい。多いよ。おー、ありがとう。楽しんでる。ありがとう。イエーイ。ありがとうございます。いやでもなかなかそうですね。ヨウムさんはあんま都内来る機会がない。いや本当ないですよ。ランディさんはちょっとね敷居が高いよ。いやいやいや、もう本当僕絡ませていただきたくて。いや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 。でもなんかいつも周りいろいろいらっしゃるので。周りはね。あんまちゃんと話せなかったなって後悔で。確かに周りはいつもあの。わちゃわちゃしてるのいっぱいいます、ね、はい。ヨブナのもめちゃめちゃお話ししたかったんですけど、うん、何回行ったかな、ランディさんとか1回か多分2回ぐらいかな。行ったわ。いろいろいらっしゃってちゃんとお話できなかったなっていう後悔がめちゃめちゃあるの。いや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 、よかった。いやいや、だけど逆になんか誘ってもらって嬉しいです。ごめんなさい、ありがとうございます。だいぶ嬉しいです。わざわざ足運んでいただいて、ありがとうございます。最初にもう写真撮っとくから。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。いや、芸能人だからね。僕なんて芸能人ただのヤバいやつ。レール歌舞伎町で店やってあれって大変じゃないですか。やっぱ高いですか。あ、家賃はもうちょっと上がる一方ですね。やっぱ上がるんですか。また上がる、うん、40とかになってきてから。そんな高いですか。普通に次上がって40。へえ。眠みってかなんかそうですね、上げてくるちょこちょこが上がってくるんですか。歌舞伎町が流行り始めて、はい、一般の方が来られるようになって、はい、ちょっとやっぱり、はい、だったらこれぐらいの値段でも、はい、やっぱ古い、はい、僕も15年ぐらいいるんで、はい、その時はまだ局地とか僻地みたいな感じだったんですけど、はい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 、今もうそこいい場所じゃんみたいになってきて、はい、ちょっと上げられてますね。やっぱガンガン上がってるんだって。キャスバーはちなみに飛んだからね。高橋さんは1000万ぐらい飛んだらしいよ。1000万。マジっすか。まあまあ飛んでも別になんか問題ないらしいよ。いやないですね。なんかそこが借りれなくなるだけみたいなことなんか言ってたけど、別にそこ不動産と関わらなきゃ別に関係ないそういうことは。だからそうですね、やめるときは飛んだ方がいい。逆にやっぱ飛んだ方がいいんだよ。あんまよく言えない。一日払ってやめるぐらいだったら貯めて飛んだ方がいいかもしれない。歌舞伎町だったら。歌舞伎町だったら別にその不動産使わなきゃいいだけです。そうそう、なんかそんなこと言ってたんだよ。だから、うん、高橋も知ったことじゃないけど、そう1000万ぐらい飛んだらしい。滞納に滞納を続けて。そうかな。
サウナやってないでしょ。俺じゃないでしょ。うちの店にいたホストの子にサウナやったの。すごいな、うん、まあだから、ね、やめるっていうぐらいだったら払わなくてもまあそんな方がいい。逆にね、高橋さんは飛んだんだよ。いやでもそれは大正解だと思う。飛んだんだから別に払う必要ないです。どうせボラれてる。俺の給料も払ってないからね。それは払わなきゃいけないですけど。何かと言い訳してもう何ヶ月も待ったからもういらないっすから。一日店長のいらないっすから。バランジさん食べてくださいね。食べてるやつから。なるほど。はい。それはもうヨングさんのせいで。店長君は払わなきゃいけないです。絶対払わないですよ。しかも俺だけですよ。ふざけてんな。だけどあのシャンパンとか入れなかった。本当は飲み放題やけてで20何万売り上げになって半分ぐらい来る予定だったんですけど来ないです。いやそうですね、半分は絶対渡さなきゃいけない。高橋さんらしいっす。高橋さんらしさがね。ケチなんだよ、高橋君。見えっぱりやな。まあ、困ってたんじゃないですか。まあ、しょうがないじゃん、しょうがなくはないよ。高橋、ふざけてんの。まあ、まあ、困ってた。自分はそこ出るか出ないかって思って。まあ、しょうがないかもしれない。しょうがないっすよ。だからもう割り切ってな、割り切ってな。なんか高橋今警備会社がどうなのか聞いたけど、何してんのか知らんけど。警備会社で働いてる。なんか当たったって聞きましたよ。なんかやり始めたみたいな。俺が最後聞いた時はそんな感じ。あ、じゃあやってる方。俺が聞いた話は警備会社当たる、そんなことありますか。ああ空いてますよ。素敵女子がいます。はい、素敵女子がいます。何だわ、女の子好きなんですか。ああ、もう女の子しか好きじゃない。素敵女子が、素敵女子がいいですか。素敵女子大阪と東京どっち可愛いと思う、多いですか。これ微妙ですね、やっぱり微妙ですか。ダンディさん的にこの県の女の子可愛いってあります。なんかあのハーフっぽい子が多くて、はい、あの大阪の大阪はちょっと話しかけるともう完全な英語なんだよ。ハーフじゃない、ハーフじゃないですか。ハーフでもない、ただの外国人っていう。これ掛け損みたいなところある。そうじゃない。はいはい。中国の方めちゃめちゃ多くないですか。多い。特に大阪多いかもしれないですね。だって道頓堀から何言っても大体外国人の方多くないですか。日本人より。日本人にしか見えない細い子で、はい、これ言ったら日本語通じないです。やっぱホストだから扱いはうまいんだよ。声かけ病ですね。ランディさんが扱いはできない。じゃあランディさん、あの芸能人と誰とやったとか言える範囲で何かいます。言える範囲で芸能人。これが気になるやんねえ、芸能人とか。ただ芸能関係もいっぱいつながりがある。いやいや全然ないですね。めちゃくちゃ気になるでしょ。もう言える範囲に言えない。いやちょっと待って、急にそんな飲んでないですよ。あ、もうちょっと飲んでもらって。いやいやいや。いやそれがやっぱ気になるよね。いや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 。じゃあ今までやった芸能人の大物、その中でも大物のじゃイニシャル。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 
ミスある。ちなみにもう誰が聞いてもあこの人は分かるみたいな芸能人います？いや、ちょっとね、だってそんな飲んでないっすよ。早くないっすか？ちょっと早いです。ちょっと俺もうちょっとしてからちょっと聞きますんで。やっぱ気になるよね、やっぱ芸能の裏側みたいな。というか、え、だけどやっぱそういうのもあるじゃないですか。いや、はい、でやるやな、それは芸能関係なくて、お店来ていただいたっていうのはありますけど、はい、体の関係はないです。なくはないです。なくはないですよね、絶対。可愛い子来たらやりますよ。絶対やっそうだよね。可愛い子来たら絶対やっちゃいますから。何がホストやねんってなっちゃう。確かに。ちなみにじゃあ現役ホスト時代最高月収。最高月収。最高月収もうマックス。でも誕生日月とかありますか？誕生日月で2000とかだね。2000もじゃないですか？誕生日月で2000だよ。誕生日ですか？年1ですか？年に1回だけの話だよ。その年に1回で2000円いくつだ。でもう誕生日なんでそこに詰め込むので、はいはいはい、コストっていうのはすごいな。そりゃ万って当たり前だろ。円なわけないだろ。お前2000円でどんなコストや。1日で2000万か。いやでももう年に1回のことなんだよ。ちなみにホストはどれくらいやったんですか？もう20年ぐらい。20年もやったんですか？やっぱすごいな。まあやったというか、まあ、だらだら続いたというか、夢がありますよね。やっぱ夢はありますね。うん、1日で2000万円。もう見て分かれたら顔じゃないんですよ、ボス。はい、もうどんだけヘリクツ組めるかどうか。すごいな。ヘリクツ合戦なんだ。やっぱそういうの。顔じゃないんですよ、ボス。ヘリクツこねれるかどうか。どんなヘリクツ。はいはいはい。焦げ。焦げたぐらいが一番うまいんで。それはもう焦げでしょ。骨みたいになってるんだ。やっぱすごいよね。どんなヘリクツこねるか。あ、お疲れ分。今日はそうです。ディベート合戦みたいな。ああ、逆に。いや、もうでもな、ディベート合戦、いかについていくかだよ。でも女の子はどう言い任せるか。グイ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 行った方がいいですか？グイグイって、まあなんか、女の子がなんか、また女の子と、ね、あのお客どうなのとか、どうせ僕噂になるんですよ。はいはいはい。付き合ってて、はいはいはい、どう言いくるめるかだけの話。おー、深いわ。深いね。どんだけ、はいはい、女の子と付き合うかっていうだけの。あ、やっぱ噂は絶対出てくる、ね、噂は絶対出ますよ。で、そこをどういうね、で言いくるめるか、はいはい。じゃあ配信も近いですね。付き合ってるけど、いやいやそんなわけないじゃんみたいな。いや、あるわけないじゃん。あれは勝手にっていう。もういい、はい、どう言いくるめるか、それを何人抱えるかだけの話なんですよ。はいはい。でちゃんとみんなにいいようにちゃんと聞かせてね。まあまあそうそう、お前が一番なんだよという、はいはいはい、だから我慢してねということをどう伝えるかとだけの話なんですよ。うまいな、やっぱり。ただの言いくるめだったんですよ。でもやっぱそれがやっぱ上手なんやね。みんなでただのヘリクツ出すんだよ。はい。ルイジさん、ルイジじゃない。ルイジさんもちょっとしっこいし。怖いわ。マジで。いやもうね。あれは一晩に2000万とかすごいし。で、じゃあそういうじゃお金もらうじゃないですか。大体何に使うんですか。結局スタッフに使ったりとか、ああああ他に飲みに行ったりとかして、
そうですね、やっぱ先月何も稼いだ人でしょってなっちゃうんで、はっきりしてシャンパンを飲まないとケチな人って思われちゃう。はい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 、要は、ね、稼いでる人って割れてるんで、はい、はい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 、普通に飲んで帰るんかいみたいな、普通に飲んで手あげてんのに。だからやっぱある程度はやっぱバーンでシャンパン抜いて当たり前でしょみたいな。あ、もうその空気、それはあるかもね。もう人の店行くのやめましたけど、気持ち悪くて僕はないね、なんかケチだなみたいな。え、飲み来たらってありがたくないんかいって思いました。それはありそうだね。動かない、やっぱそんだけ稼いでたら逆にあっちも期待するところあるっすよ。まあ、もう人生行こう。本当にやめます。地域行ってます。地域行かなきゃな。はい、すいません。あ、俺生ください。ハイボールで。はーい。あるな。だから結局使ってたんですよ。やっぱ稼いだ分ぐらい使いますか。ちゃんと見返りっていう方変ですけど、帰ってきます、店に来ます、そういう子は。まあ、例えばキャバの子が使ってくれたとしても、僕もキャバ行かなきゃいけないし、やっぱ同じぐらい使ってもらっただけで終わらすっていう、はいはい、女の子もやっぱその示してる人が来てもらって、はいはい、やっとなんかこういい関係が出てくるみたいな、店にも示しがつく。ああ、はい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 、いや来てくれるから私ちょっと行ってくだけだよみたいな建前ができるっていう、はいはいはい、そのためにもまあ、こっちも行かなきゃいけない。すごいよな。一晩で、いろいろ使うところはある。一晩で2000万円稼いでる。稼いではないですよね。まあ、また結局使わなきゃいけない。すごいよな。それって手取りで2000万ってことですか。店で使った分で2400。ね、ああ、まあ、店で読んだ。ですけど、でも、すごいよな。結局、まあ、なんか、いろいろ、なんか、そうですね。はい、スタッフ、そうですし、はいはいはい、スタッフとじゃあ一緒に旅行行こうって言っても、全部払わなきゃいけない。はいはいはい。結局、何十も取りますし、今、なんか、結局、使うことが多いんで、じゃあ、いくら手元に残ったのって聞かれたらちょっと分かんない、はい、やっぱ金稼いだ分だけ使うんだよ。使わなきゃっていう配信と一緒だよな。もらった分だけ使わなきゃダメなんだよ、やっぱり。分かる。いや、残らないよ。使ってもらっただけで終わることはない。確かに配信も一緒だと思う。やっぱすごいよな。すごくない？一晩でだよ。お前らできるか？一晩で。サラリーマンの年収何年分だと思ってる？そんだけすごいことを一晩に起こすんだよ。夢あるで、そんなの。これまた使わなきゃいけない。断れないんだよ、頼まれたら。ケチだと思われるから。だから出して当たり前みたいなあるんだ。シャンパン抜かないだけで、あ、ケチだねってなるんだよ。そうよね。それ考えるとやっぱ、大変ですね。もちろんそんだけ使ってもらった子に、なんかしらの。まあまあね、使ってもらってるからね。すごいなぁ。ちょっと楽は一緒に行ったりとか。はいはいはい。楽はぐらいなのどうでもいいんだよ。すごい世界だなぁ。夜やったことないですか。いや、1回だけありますよ。ほんとちょっとだけですけど、ね、大阪で。大阪なんで。もともと大阪じゃないんで、岩手なんで。宮城でやるんですよ。20歳の時。免許を1回取り消し食らってるんで、その免許取れる期間でちょっとだけ。一回やって、でも難しかったよ。やっぱまず
声かけてなんぼから始めて。まあそうですね。ああまあ本当にちょっとだったね。確かに。まあそうですけど。声かけて。まず連絡先交換して。難しいなって思ったのは。はい。声かけて、まあ、仮に仕方されたとしても、どうせ二度と会わないんだ。あ、そう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 。もうなんか、もう会うことないから。二度と会わないと。あと、数ちゃ当たるじゃないけどね。声かけた方が、なんとかなんで。今のホストもそれぐらい稼げてる。どうなんすか？どうなんすか？どうなんすか？まあ、ホストはどうなんすかね。ちょっと売り上げの差し置かめちゃめちゃ。あるんで、まあ、ホストのことは、まあ、結局、売り上げを上げる、その数字をみんなに見せたいがために、しばらく切ってるのはあるかもしれない。逆に、じゃあ、ローランドとかはすごいんですよ。僕、そうなんですね。何千万売りましたっていう、はい、その、はい、ステータスの代わりに、はい、自分が自腹を切ってるっていうのはあります。ああ、そういうことだから、そうですね、自腹切って、要はその、ここが欲しい正義にはなってないっていうのはあります。ただ、その代わりこんだけ打ったっていうステータスは得れる。ああ、だから要は1000万プレイヤーとか何千万プレイヤー、そう、ね、それはやっぱ店からしてもありがたい。やっぱそのステータスが大事なんですよ。現役のプレイヤーは もちろんそのステータスが大事なので、はい、店からしたら存分にやってくれって言ったので、はっきりして別にホストが自腹切って数字だけ上げて、僕こんだけ何万円になりました、でも自腹切ってるから、はいはいはい、店からしたらありがたいんですよ。ああ、まあね、まあ、そいつらが自腹切って勝手にやり合ってくれと、はいはい、で数字で僕は何千万ありました、僕何千万ありました、だから配信者でいう地投げと一緒だね。あ、まあまあ、ほんとそれ、ちょっと一緒。要はマンスリー1位取るためにちょっと地投げしたとか。で、まあ、こいつは1回マンスリー1位取ったことあるとか。そういう感じだよね。それと一緒だ、ね、形的には。昔それ許されなかったんですよ。今ちょっと別にいいよいいよ。逆に、ホストをやってて一番痛い目。一番痛い目。もうこれは最悪だった。あります？痛い目。はい、痛い目。もう痛い目にあった。まあでも大体それもう包むとせじゃない。ああ、包む。さらわれるぐらい。やっぱ金がかかるわけ。いやでも大体ケツ持ちがいるんで。はい。もう今いないですけど。はい。ケツ持ちでどうにかなるっていうのは。ああ、そこで。まあ、つつもたせがいるんですよ。はいはい、やって、はい、なんか変なのが出てきて、はい、俺の同じの、おー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 、やっぱそういうところさらわれてみたいのはあります、はい、何回さらわれました？いやでも別に 2、3 回ぐらいさらうやつがいるんですよ、バカなわバカヤクザが、いやーヤクザじゃないバカなのね、こっちのねやっぱ人生経験がめちゃくちゃ豊富だから、まあでもこっちもケツ持ちるしみたいになったよ。で結局じゃあ、あとはそこで話し合いして、まあまあ、でも気をつけなきゃいけないのがやっぱ、はい、ケツ持ちも稼ぎたいのがあるんだね。ケツ持ちが金ない時に、はい、それ全部仕組まれてた時もあるんですよ。あ、逆にね、はい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 。で結局こっちもケツ持ち代払わなきゃいけない、はいはい、これ全部じゃあ演劇じゃんっていう時がたまにあるんですよ、はいはい、配信者で言う台本だよ台本、それで、いや、何やられたな、そっちで仕組んで、要は、要はこっちが払って頼みます、はい、100って、実は50、50で割ってんじゃないのっていう時はあります。あ、わざと揉め事を起こして、はいはいはい、で、面倒見るよ、はい、100ね、で、
前やってんじゃないのって言ってる。これはちょっと怖いな。人間不信になりそうだな。で、そうですよ、切ることもできないし、ね、関わりはなきゃいけないし、疑うこともできない、ね、いや、収めたよと、お前のお前のこと収めたよ、じゃあ100年みたいな。いや、でも それなんかちょっと2人でやってないっていう時は、そういう違いよね。すごいよね、怪しいよ、ね、いろんな世界があるんだよ。揉め事収めたっつったら、だって100取れるんだもん。一番払ったのいくらですか。いや、まあ、大体100です。大体100なんですか。でも、それが、はい、いや、ケツ持ち料と別ですし、ああ普段はいくらかも。普段、まあ、どうせ10ぐらいかも。あ、10ぐらいなんですか。10ぐらいで、ね、まあまあ多分、向こうが、じゃあ金なくなるってなったの。やっぱ、そう今月金ねえなってなってくる。ちょっと高めにで、そういう揉め事を起こして、それだって向こう発信かもしれないじゃん。はい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 、収めたから、はい100ねって言ってきてる可能性があるじゃん。はいはいはい、やはりややこしいんだよね。あるよね。月中は絶対もうそこは帰れないですよ。はいはい、それはプラス、要は揉めた時は、まあ、ね、1回につき100、またその、まあ、親もいるんで、はいはい、月10しか取ってないよねっていう、そこは絶対変えれないんですよ。はい、だからそこからどう変えるかって言ったら、揉め事を起こすからしかない。はい、それを揉め事をわざと起こすという可能性もちょっとあります。怖い世界やで、お前ら。揉め事をわざと起こして、解決してよ、じゃあ100年みたいな、そういう。配信者で言ったらリスナー送り込んで揉めてね、やるんだよ。潰してリスナー取るような感じや。そういうことや。うちのリスナーをちょっとゼロワンとやってこいって、でやらせてな。それでおい、お前この女に手出したらしいなと、もうわちゃわちゃやるんだよ。いい世界や。まあまあ、でも配信の世界も大変ですけど、ランディさんがでしょ、配信の世界はやりやすいんじゃないですか。似てるんじゃないですか。いや、似てはないですよ。ちょっと似てないです。全然もう平和すぎる世界です。逆に関わらったりしない。こうやってヨウムさんとも組ませていただけるとか、もうめちゃめちゃ平和な世界すぎて、もうちょっとガチ大好きになっ、いろんな方と飲ませていただける。成田議員さんも仲いいですね。あ、成田、はいはいはい。まあ、もう結婚しちゃった、ね、あれ、今大分、宮城、ね、宮城、大分、大分。だから、なかなか会える機会ないですけども、もう、いつもね、子育てしてる。やっぱ、結婚したらきついよね、配信者も。色恋で言ってるわけじゃないけど、やっぱリスナーの考え方が変わるやろね。それはあるやろね。じゃあ、増える一方だよ。ガンディさん、今日大阪来てる。大阪、大阪に来てます、ガンディさん。ありがとうございます。お邪魔させていただきます。いや、ヤムさんと会えて。いや。要はそういうことを実感したりする。ホストをやっててそれはなかった。そんな長くやってないから。別に売れてるわけでもないから。俺はもう本当に、なんつうの、ホストをやる間、もう免許あと数ヶ月で取れるの、この数ヶ月しかやってないから。その時にたまたま俺宮城に行って、あ、じゃあ友達やるっつうからやろうかってやって、普通にやっただけだ。まあまあまあ、ホストはもう本当にもうへりくつだけですから。
もうだけどいろんな人がいるなと思ったよ。でもね、やっぱナンバーワンとか見ても別にナンバーワンあんまかっこよくないですよ。ですよね。ただなんか武器があるんよ。歌がめちゃ、俺はどんな口でもかっこいい。すごいなと思ったよ。もっとかっこいい人いるんだけど、そういう人はあんま売れてなかったみたいです。それでテレビでこんな人がナンバーワンですってやるから、あ、はいはい、だったら俺でもいけるでしょって僕も来る、はいはいはい、ありがたいんですけど、ただね、もう顔じゃないのかな。いや、もちろん顔いいに越したことないんですよ。すごい、もうへりくつのみ。どんだけ言いまかすからです。すごいよな、ヘリクスでまとめ上げるんだけど、だけどならば別にナンバーワンとかってかっこよくないと思う。ナンバーワン、何かっこ悪い、かっこ悪い、何こいつでナンバーワンの、じゃあ俺でもできんじゃんっていう、ここが入ってくる。はいはいはい。けど現実は甘くはない。あんまヘリクツいい。いかに、いかにヘリクツいいのか。そうなんだ。どんだけもうヘリクツこねれるかね。あとは枕でしょ、ホストは。枕営業は、だけどみんなやってるんじゃないの。そんな意味ないかもしれないです。やったらやったで。結局ヘリクスですよ、まあ。ヘリクスが一番強いです。枕はあんま意味ないかもしれない。やったところで別にいい、それで来るっていうわけで。まあ、いや、どうかな。もそのお客さんが可愛かったんで、ずっと。可愛い子はやってますけど、贅沢じゃん。可愛いからやったっていうだけで、別にこいつブスだけでやんなきゃなってことはなかったから。あ、もう純粋に好みだから、普通に可愛いからやっただけなんですよ。普通に男としてそうね、やったから来るっていうのはあんまないかもしれない。やっぱ結局そこからやったらやったで、はい、またやんなきゃいけないでしょうし、どうもそこを釣らうかっていうのは、まあ、すごいよね。やったらやったってね、どうせまた、また最近やってくんないじゃんみたいになるから、まあ、結局ヘリクツの言い合いになっちゃうから、ね、そこに戻ると思います。ヘリクツで押し勝てばいい。もうそうっすよね。もうヘリクツ、もうヘリクツしかないですよね。そう、どうも。俺も今日からハイジェンヘリクツばかりだよ。元からそうかもしんないけど、ヘリクツしかない。ヘリクツをどう育てるか。ランディさんすごいよ、電撃ネットワークだしね。いやいやいや、なんだ、カリスマホストだし、すごいって。どう考えたって全然あれやすごいじゃん。ヘリクツなんだ、底辺のところはやるけど、それですごくないわけがないだろう、どう考えても。大体底辺のところは言うのがヘリクツですから、そこにたどり着くのが、ね、申し訳ないですけど、僕はもうヘリクツ男だから。俺もう俺もヘリクツ行くかな。今日は教わったからね、人生の先輩に。いえいえ、今日からもう、じゃあ花火投げない。なんでお前投げないんだと。投げてくれてもいいじゃん。もうヘリクスで行くから。ヘリクスのみでどうやって生きていくか。俺にはね、あのいろんな武器はなかったけど、口は俺の武器だと思ってる。この武器を使って生き延びるから。あと何十年もね。いや、まあ、お前のもヘリクツ、ヘリクツ言うのは言ったら嘘も方面と一緒も、はい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 、嘘も方面っていう言葉だな。それとヘリクツは一緒のものなんだから。ちょっと一回枠取り直しますよ。
今日はランディさんに聞きたいの聞くからちょっと一回切ります。お飲みをありがとう。君が君が君が。じゃあ次は